はようございます。昨日の菊芋チップスもうパリパリになりました。半日でこんなになるならいいね。すごいね。でもスライスだ、スライ、あの切り方だよね。これスライサーですか？うん、うん、半分スライサー。なんか菊芋はさつまいもはスライサーいけたんだけど、うん、菊芋ちょっと柔らかすぎちゃって、うん、揺れとか、うんうん、しちゃう、ずれちゃって包丁。これでもなんか思ったんですよ、よくなんかメキシカンサラダとか上ね、トルティーヤ乗ってるじゃないか、パリパリの。その代わり的な、その代わり的になるなって。すごい経験が豊かだから面白いね。あ、柔らかい柔らかい。ちょっと硬い、ね、うん、いちじく意外と美味しいかも、どうでしょう。美味しそう、もいい。おやき取らなかった。この前におやきパンを食べて。おやきパンはスーパーマーケットで売っている、中におやき味の野沢菜が入っているパン。下手なおやきよりも美味しくて、あれば買っちゃうお気に入りです、ね。あとルバーブジャム入れるつもりなんだ。食べない。やっぱりおばが作った梅の砂糖漬けにしてみようと思います。初めて食べるけど、どんな味かな。すごい甘そう。甘そうだ。あ、来た。早っ。本当ですね。梅だわ。梅。今する。梅だった。梅。ご協力ありがとうございましただった。早いね。早い。うん、梅だ。梅酒の梅。うん。昨日の夜、シャトルシェフを使って仕込んでおいた鶏ガラスープ。きれいに澄んだチンタンスープができました。うん、いいね。まだ温かい。夜使うつもりなので、もう一度火にかけておこうと思います。あ、うん、あり。いい匂い。これはちょっと壊れているらしいです。菊芋チップス、早々お昼ご飯に使うそうです。どうなるのか楽しみ。あ、でもやっぱ色では分かるけど、もう焼いちゃうと分かんないね。なんか繊維っぽいのがある方がさつまいも。足りるかな、少ないかな。いや、いいんじゃないですか。足りなかったらバリバリいきましょう。うんうん。バーブと私、こしょう、オリーブオイルを大さじ1ぐらい。ルバーブジャムは蜂蜜などで代用できます。にはチーズ乗せない感じ。え、乗せましょう。あ、乗せる感じ。はい。おいしそう。うん、チー。手で失礼します。はい、お願いします。全然全然。ベタバージョンもあるし、多分ブルーチーズバージョンもある。ブルーすごい美味しそう。うん、日本だとなかなかこのチーズ感はないかな。難しい。デパ地下のイメージだもんな。
感じ。はい、美味しそうです。美味しそうです。もりもり。そしてチップ。このままいっちゃう？いいんじゃない？どうでしょう。少しくす？少し。まあ、でもいっちゃおう。うん。まさかのキクイのチップスって。今日もキクイモが食べれるね。今んとこ毎日食べてる。毎日食べてるよね。スムーズなイメージだけど、あれですよね、うん、今日すごく攪拌され、なんて言うんだろう、ふわーっとね、乳化っていうのかな。あ、乳化乳化オイルがすごくうまくいってるのかな。今日のお昼ご飯は外で食べようと思います。あー、きれい。いや、優雅だわ。これが隠れてるやつか。これよ、これこれ。いやいいね。バイバーイ。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。こちらこそ、いっぱい刺激いただいて本当嬉しいよね。でしょうね。そうだよね。ね、これを見てみんな別荘って言うんじゃないですか。そうだね、って言うと思う。もやきの後のギャップ。さっきの柿の葉洗って箸置きに。今日のお昼もこうか。菊芋チップスがクルトンに早変わり。こんなアイデアがすぐ出てくるのがお友達のすごいところ。ちょっとドレッシング足りないかもって感じ。ね、でも、まあ、でも大丈夫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 。何食べても外で美味しいよ。そうです。ありがとう。でもこのチップスをさ、お願いします。美味しい、すごい美味しい。焦げた感じの、あ、香ばしい感じと、うん、香ばしい感じの、いいこと言ってくれる。もういい感じ。ありがとうございます。うん、美味しい。晩ご飯は昨日仕込んだ鶏ガラスープを使ってトムヤムヌードルにします。美味しそうなスープになっております。昨日戻しておいた干しエビ、戻し汁と一緒にスープに加えます。鶏もも肉を湯通し、そのまま入れてもいいんですが、ドリップが多かったのと、せっかくのチンタンスープなのでやってみました。スープが煮立ったら、ナンプラーと砂糖で味付けます。これだって飲んで、私一人で飲んでるなんて。今回は鶏ガラを使ってスープを取りましたが、手羽元やドラムスティックを使っても美味しいスープは取れます。そんな時はその鶏肉を具にします。スープが煮立ったら、とちおの油揚げを入れます。とちおの油揚げは私アレンジ、フィッシュボールがよく入っているので、その代わりに入れてみました。今回はあるもので作っています。お酢はライムの代用、唐辛子粉はレッドカレーペーストの代用です。これに塩、胡椒と、ここにモッツァレラ、焼き芋にモッツァレラ、とりあえずこれ。アンド胡椒じゃないでしょうか。ニンニクは多いかなと思うぐらいの量が正解です。これが効くんですよ。麺は超極細麺がおすすめ。ガーリックを入れた後に
これでシャリシャリします。そうしないと麺が特に汁なしにする場合、この麺の時油しとかないとちょっと遅かったけど、ここにスープを入れるよ。はい、いいじゃない。美味しそう。ここにパクチーがあったらなお美味しいです。熱々でやば。どうぞ。これどこのお店のよ。今回の作り方はブログにまとめてあります。もともとは LA のタイレストランにあったメニューで好きすぎて試行錯誤してレシピを作りました。よろしければご覧ください。美味しそう。これ美味しそう。意外とね。はい、分からないんじゃないかな、どれのいつの写真か。分かる。美味しそう。美味しそうです。美味しそう。おやすみなさい。また明日。